こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。このチャンネルでは、スパロボに関する動画をアップしていくわよ。今回のテーマはこちら。スパロボアルファ外伝倉庫版になりやすい機体重戦よ。要は使いどころのない機体ってことか。あからさまにそういうわけってでもないけど、どうしても使い道がない。出撃枠数の関係で出せないという主役機や準主役機をメインに紹介するわ。主役機でそういう機体があるというのは気になるな。実際この機体があって驚くと思うから楽しんでほしいわ。まず最初に紹介するのはトールギス3よ。トールギスが倉庫版なのか？そうなの、トールギスの強化型として登場する本機なんだけど、スーパーロボット対戦アルファ外伝では味方機として登場するわ。なんだけど性能は良くも悪くもウイングゼロと同等で、メガキャノンの燃費が非常に悪く使いにくいの。ウイングと同じ性能っていうのは高性能って感じもするが、せっかくの武装の燃費が悪いのは使い勝手が悪そうだな。一応勇者 TP 属性でそこそこ攻撃力のヒートロッドがあるから、継戦能力においてはウイングゼロに勝るんだけど、ゼロシステムとマップ兵器がないのよ。ウイングとの決定的な違いはそこか。本作の中盤以降はマップ兵器が大変役立つからウイングゼロと違って利用価値が少なく、トーラスの強さも相まって本機は使われずにゼクスは、トーラスに乗り換えさせられることが多いわ。確かに同じような性能だけどマップ兵器があるものとないものだと、ある方を当然選ぶよな。仮に使っていく場合メガキャノンのために改造と、パーツで入念に EN を補強することが必須になってくるわ。ここまでこの機体にするくらいなら他の機体を強化したり、いいパーツを他の機体につけたりするよな。ただし単独での大気圏突破が可能という設定が活かされ、終盤でゼクスを乗せて強制出撃させられる点には要注意よ。使いづらいからって放置していると終盤痛い目に遭うんだな。これはしっかり覚えておかないと大変なことになりかねない。続いて2機目はニューガンダムよ。マジか、ニューガンダムってかなり強い機体だよな。スーパーロボット対戦アルファで作中でも強すぎたためなのか、スーパーロボット対戦アルファ外伝ではかなり冷遇を受けてしまったわ。一体外伝ではどうなってしまったんだ？スーパーロボット対戦アルファ外伝では条件によって6話で加入で、未来でも中盤手前で復帰するわ。結構早い段階で手に入るんだな。サイコフレームが光る位置の微調整を行うなど、細かな部分で戦闘アニメが強化されているわ。映像に力を入れているのか。問題はここからで前作アルファから性能面での変更としては、パーツスロットが2になってフィンファンネルのマップ兵器版は消失し、通常版が EN 消費制になったの。ニューガンダムの強みと言っていいものが排除されているな。一方で弱点だった武器適応の悪さはそのまま引き継いでいて、地上戦メインの今作では非常に使いにくいの。武装をなくした上で弱点もそのままってかなりひどい待遇だ。バリアが全体的に弱体化した関係でアイフィールドの性能も落ちているわ。ニューガンダムの強さが欠片もないな。長射程武器を2つ持つけど弾数、燃費ともに厳しくて、初期攻撃力はそこそこなんだけど武器改造費用は高めで上昇率は良くないため、よほど思い入れがないと一軍採用は難しいね。ニューガンダムに思い入れがある人は多いと思うがこの内容だと使いづらい。実際スーパーガンダム、ゼータガンダム、ガンダム試作3号機など、飛行ができる長射程武器持ちという点で使い勝手が上回る機体は多いのよ。原作で言えば機能が下の機体に負けるなんて悲しい現実だな。ただ利点もあってバズーカの初期攻撃力とクリティカル補正の高さね。ちゃんと救いの手もあったのか。だから序盤の枠が空いている時は使っていた人は多いはずよ。序盤の機体が少ない時には活躍できるってことだよな。続いて3機目に紹介するのは R3 パワードよ。この機体は初めて聞くなどの作品の機体なんだ。本機はバンプレスとオリジナルの登場機体になるわ。オリジナル機体なのかでもオリジナル機体って強そうだけどな。本機は SRX 計画で開発されたパーソナルトルーパー R シリーズの3号機。R3 の脚部に T リンクフライトシステムを搭載したプラスパーツを装着した、重爆撃機形態になっているのね。重装備の機体ってことか。稼働領域が限定されるため武装は射撃武器に限定され、遠距離からの狙撃や近距離での爆撃に最も力を発揮されるの。射撃機で近距離の爆撃って特攻隊のようだな。スーパーロボット対戦アルファ外伝では難易度が何のみ終盤で加入するわ。結構限定的な感じなんだ。バーストシールドがなくなったけど火力自体は全体的に上がり、燃費も良く機体能力も全体的に高めとなっていて、加入が早ければ活躍できたであろう悲しき機体ね。確かにどんないい機体でも加入が遅ければそれだけ、使いどころがなくなってくるよな。現実は加入が遅すぎる上に SRX にも合体できないので、そのまま倉庫行きになってしまうのが自然な流れになるわ。合体までできないんであれば後半にわざわざ強化もしないぞ。
しかもアニメはアルファのほぼ使い回しになってて、修正はビームソードの斬撃エフェクトのみに止まっているの。いくらオリジナル機体とはいえ冷遇されている感は否めないな。続いて4機目に紹介するのはザムジードよ。これも初めて聞く機体だな。本機は魔装機神シリーズの登場機体なの。指定世界神聖ラングラン王国の守護神4体のうちの1体第一の魔装機神よ。話の中だと重要なポジションなんだ。第一の最高位の精霊ザムージュを守護精霊に持ち、自己再生機能を持つわ。ファミリアの搭載数は全魔装機神中最大で3機を装備しているのよ。ここまで聞くと強そうな感じに聞こえるけどな。スーパーロボット対戦アルファガイデンでは8話から参戦するの。序盤からいる機体か。超振動剣が無消費で威力が高くて、レゾナンスクエイクの威力も他の魔装機神のマック兵器より多少あり、後半には五郎入道正宗も追加されるわ。結構使い勝手良さそうだけどな。だけどね、空を飛べなくなった上に武器の空適応も悲惨なため、使うならそこから手を加える必要があるの。空適性を上げるためにわざわざ色々やらないといけないのか。また遠距離武器が軒並み弱く、ミオのガッツの維持発動をザムジード側の HP 回復症で妨げてしまうなど使いづらい面が多いわ。せっかくの効果も意味をなくしてしまうんだな。演出の方は超振動剣の際に寸形らしき動きを見せたり、五郎入道正宗のミスジ専用演出があるなど力が入っているの。足りない部分は演出でカバーって感じか。こういった経緯から倉庫版の役に回っているわ。続いて紹介するのはバルシオーネ R よ。この機体はどの作品の機体なんだ？本機はバンプレストオリジナルの登場機体なの。また倉庫版のメンツにオリジナル機体が登場してくるとはな。リューネがラギアスで学んだ錬金学を施して、バルシオーネを改良した優雅な機動兵器よ。優雅って、胴体部の改良に熱意が注がれていて、機体全身のスタイルは大人びた容姿に向上。新たにプラーナをエネルギー源として採用しているわ。なんかまた違うエネルギーが登場しているんだな。その特徴的な要望から相対した人間の感想も実に様々で、戦闘セリフでは壊し甲斐があると言っていたり、シテドニアスの双子のエースがあるの外観を絶賛しているわ。この機体に関していろいろ思う人がいるというわけだな。スーパーロボット対戦アルファガイデンでは珍しくサイバスターよりも先に加入するけど、未来編での再加入は遅めになっているの。スパロボといえばサイバスターって感じだけど、性能は前作から一回り絞られ、なぜかサイコブラスターの空適応が B になり、炎月殺法が後半追加武装になるなど使いづらい面が増えたのよ。せっかく武装も適応が下がったりしたせいで使い勝手が悪くなってしまったんだな。ただアニメーションはアルファ以上に進化し、プレイステーションとは思えないほどに動くわ。ここだけはかなり力を入れて能力を下げたことをごまかしてる感じだ。こういった背景からわざわざ使うこともなく、結局は倉庫版になってしまうのよ。続いて6機目に紹介するのはハイニューガンダムよ。さっきのニューガンダムに続いてハイニューガンダムまで倉庫版なのか。知っての通り本機は逆襲のシャアの小説版ベルトオチカチルドレンに登場する、ニューガンダムにあたる機体で、作中では名前もハイニューガンダムではなく、ニューガンダムと表記されているの。そうだよな、この作中では同じ扱いだもんな。スーパーロボット対戦アルファガイデンにテスパロボ初参戦で、隠し要素を満たせば入手可能となっているわ。ニューガンダムが普通に手に入るからこっちは隠し機体なんだ。武器面はニューガンダムと比べ全体的な攻撃力と主力武器の弾数が増加し、フィンファンネルは空適応が A になって必要気力が105に低下しているの。初登場だけあってニューガンダムよりは冷遇扱いってわけではないんだな。だけど機体面ではそれほど強化されてなくて、武器改造時の攻撃力上昇率は下げられているため、フィンファンネルの最大攻撃力は逆転されるなど、総合的にはニューガンダムを少し強くした程度に止まっているわ。まさかその程度で収まっているのか。またほぼ打ち放題だったビームキャノンは弾と EN の両方消費型になった上に、最大弾数4と以上に少ないため使いにくくなっているのよ。なんだ、せっかくのフィンファンネルとかビームキャノンももったいないな。初登場なんだし、もっとゴリ押しで強くしてくれてもよかったよな。ただ戦闘アニメは非常に力が入っていて、特にサーベルやライフルは、他とは一線を画しているわ。そんなにすごい演出になっているんだな。またアムロは機体名を口にするセリフが多くなり、これによりハイニューガンダムの人気が急上昇したの。この機体を人気にしたのもこの作品が始まりかもね。ただ能力的なもので言えば他の機体を使った方がいいという声があり、本機は倉庫版に移ることになってしまうの。せっかくの隠し機体だし使いたいけど使いどころが難しい感じか。続いて7機目に紹介するのはダンクーガよ。ダンクーガって結構強い部類じゃなかったか？圧倒的な破壊力でどんなものでも精神コマンドと合わせることで、とんでもない威力を発揮していることで有名なんだけど、
今回紹介するスーパーロボット対戦アルファガイデンで弱体化されたの。そこまで強かったんだし、そこまでだろ。欠点はそのままに、性能は著しく弱体化して、野生化前提に調整された上で一撃必殺の火力が剥奪されているのよ。え？この機体の醍醐味をなくしているのか？加えて燃費も致命的に悪化されているの。待て待て、これはさすがにやりすぎだろ。重戦機体の方も気合と熱血を覚えるメンバーが限定されていて、誰も覚醒を覚えないなど、アルファと比べるとかなりの逆風と言えるわ。もはや全てをなくされた機体だな。新要素の援護も誰一人覚えないし、習得する支援系精神コマンドの質数も他の複数乗りスーパー系に劣っているわ。もはやいいとこなしじゃないか。一方、合体状態と分離状態で改造が連動するという本作の仕様と、各中戦機は他スーパーロボットの分離メカより強いという特徴がうまく合致していて、分離状態で削って合体状態でとどめという運用が他スーパー系よりも強くはなっているの。少しだけ救いの手はあったんだな。だけど分離状態では地形効果と指揮効果を合わせても命中や回避に難があって、移動力や移動後の射程もネックになっているのよ。結局ネックになるところはあるんだな。ここまで冷遇を受けていることを考えると、わざわざ使う必要性もなく、外伝に関しては倉庫版として活躍の場はないと言っていいわね。他の作品では無類の強さを見せていたのに、まさかの冷遇でプレイヤーもびっくりだぞ。続いて8機目に紹介するのは R1 回よ。これもオリジナル機体か？ゲームオリジナル機体になっているわ。スーパーロボット対戦アルファ外伝において平行世界のイージス計画が失敗した。未来世界のマウンテンサイクルで発掘されたパーソナルトルーパー R1 よ。完全オリジナルストーリーで出てきた機体なのか。流星伊達が登場していた R1 とは違って、武装の違い、合体機能のオミット、彼が付けたパーソナルマークが、ないなどの点が確認されていて、全くの別機体と考えられているわ。名前は一緒でも結構違うんだな。なぜ存在しているかは不明だけど、ビレッタ・バディムは R1 を再使用するだけの事態が発生したと推察しているわ。イージス計画でとんでもないことが起こっていたと考えるしかない。強化パーツ、スロット3、流星の粘動力、ガッツなどの要素から、トップクラスの回避能力を持っていて、武器の方も火力、燃費が良好なの。お、これはなかなかいいんじゃないか。でもこの機体の登場時期が最終版に加入となるの。もう終わりも終わりあたりになるのか。だから基本的には加入したとしてそのまま倉庫版行きになってしまうのよ。せっかく加入しても加入時期が遅すぎて、他の機体が強化されているせいで活躍の場を持たされずにそのまま倉庫に行くということか。そういうことになるの。本来の実力も発揮できないまま、もう少し加入時期が早ければかなり好待遇って感じなんだけどね。せっかく強いのになんかもったいないな。続いて9機目に紹介するのはガンダムサンドロックカスタムよ。ここに来てウィングガンダム系がまた登場か。本機はエンドレスワルツ版のガンダムサンドロック回になるの。機体色が薄紫と白のツートンカラーに、マスクは通常のガンダムマスクへ変更。重装甲ながらよりスマートなイメージにまとめられているわ。確かにサンドロックってがっしりしたイメージがあるもんな。そんな本機はスーパーロボット対戦アルファガイデンでは第2話より参戦するわ。最初からいるイメージだな。立ち絵はオプションアーマー&マント付きに変更されていて、ヒートショーテル使用時にパージするという演出になっているわ。サンドロック好きには嬉しい演出だ。ヒートショーテルは射程14に上昇しているんだけど、クリティカル率は 5% に減少しているわ。クリティカルが引かれるのは地味に痛いな。同系統のデスサイズのビームシザースは射程15、クリティカル率 40% に上昇しているため一歩遅れた性能になってしまっているの。これは完全に2番戦時になっているぞ。ただ HP こそ若干低めだが、大ターンを超える装甲を持っているから、そこの部分だけは光るものがあるわね。だけど遠距離武装とか考えると大ターンの方が使いやすいよな。そういったことから本機も倉庫版になってしまったの。ほとんどの要素が他の機体の2番戦時じゃ仕方ない。最後に紹介するのは百式回よ。百式回は作品によって違いが出るよな。百式に高性能デバイスを装備した改良型で、背部のフレキシブルバインダーが、ウィングバインダーに変更され、火力も強化されている機体なの。原作設定では結構いい機体だ。ちなみに型には100回と書かれていて、5に量産もされているのよ。それだけ使い勝手がいいってことだよな。それで本作ではどうなんだ？スーパーロボット対戦アルファガイデンでは、未来編以降の、フルアーマー百式回になるまでに使用できるわ。思ったよりも限られた期間なんだな。今回は特定のマップでクワトロ登場の百式回を出撃させるとハリートの DVE があり、またクワトロに専用セリフが追加されているわ。専用演出まで出ているなんて好待遇じゃないか。ただ性能面では、移動力と基本攻撃力少々機体性能が上昇したものの、改造時の威力上昇率が下がったことで最大火力は低下しているの。
せっかくの火力高めの機体なのにもったいないな。メガバズーカランチャーの必要気力が105から110になっていて、地形適応の良かったクレイバズーカの削除と戦闘能力自体は大幅に低下していたわ。ここまで来ると他の機体を使った方がいいってなるよな。そうなの、途中で他の機体にも変わると考えるともっと他のスーパーガンダムとか、機動性なんかを考えればゼータガンダムを使う方がいいのよ。悪いところが目立ちすぎて使う気になれないな。だからこの機体もこの作品では倉庫版になっているわ。今回はスパロボアルファガイデン倉庫版になりやすい機体10選を紹介してきたわ。他の作品では主力として使うような機体がここでは倉庫版になるなんて、作品によって色が出るって本当なんだな。その時の人気だったり前作が強すぎて洗礼を受けたりと、状況によってどうしても変わってしまうわ。あまり目立ちすぎても次回作では痛い目に遭うかもしれないということだな。さてと、それじゃあ今回の動画に出てきた機体に関するエピソードとかもあれば、コメント欄で教えてほしいわ。このチャンネルではスパロボに関する動画をアップしているよ。お楽しみいただけたら高評価やチャンネル登録をよろしくね。みんなのスパロボへの思いをコメントに残してもらえるとありがたいぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。